皆さんこんにちは、かっちゃんです。キャベということで、今日は鶏むね肉とキャベツを使った節約簡単レシピということで、混ぜて焼くだけで簡単に作れて、たっぷりのキャベツでかさ増しボリューム満点、ゴロゴロ鶏キャベ焼きを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料はキャベツ 150g、 鶏むね肉小1枚 250g、 卵1個、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。キャベツ 150g を3から 5mm 幅ほどに細切りします。細切りしたらボウルに入れて、塩小さじ1/2を振り、キャベツがしんなりするまで塩もみします。はい、では塩もみを終えて、キャベツがしんなりして最初に比べてかさは半分程度になってきたら、手で握って水気を絞ります。水気を絞り終えたら粗みじん切りします。鶏むね肉小1枚 250g の皮を取り、中央に包丁を入れ2枚に開きます。開き終えたら 5mm 角ほどの大きさに細かく角切りします。はい、では今日は鶏皮も一緒に入れて作っていくので、細かく刻んで使っていきます。鶏皮苦手な場合はなしで作ってみてください。鶏肉を切ったらボウルに入れて、卵1個、片栗粉大さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1/2、ごま油小さじ1を入れ、卵を溶きほぐし混ぜ合わせます。食材が全体均一に行き渡るまでよく混ぜたら、フライパンに油をひいて中火で熱します。ではフライパンと油が温まったら、合わせた食材をスプーンですくってまとめ、平らな円形にフライパンに並べ入れます。キャベツと鶏肉を均一にすくって、フライパンに入れたら軽くスプーンで押さえながら平らな円形に並べ入れてみてください。ではフライパンに並び入れたら、そこに焼き目がつくまで焼きます。はい、ではそこにこんがり焼き目がついたら返します。はい、では返し終えたら弱めの中火にして蓋をして2分半蒸し焼きします。はい、では2分半蒸し焼きしたら完成なので、取り出してお皿に盛り付けます。はい、ではこんな感じで混ぜて焼くだけ、鶏むね肉とキャベツで節約簡単絶品ゴロゴロ鶏キャベ焼きの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は旬のキャベツと鶏むね肉で節約簡単ボリューム満点、ゴロゴロ鶏キャベ焼きを作ってみました。それでは本日はほろ酔いいちごさくらんぼで乾杯。乾杯。くふー、期間限定に弱い。じゃあ早速いただきましょう。今回は恒例の鶏むね肉とたっぷりのキャベツを合わせて、具材がこうゴロゴロと食べ応えも抜群のゴロゴロ鶏キャベ焼きを作ってみました。しっかり味付いているので、このままでまずいただきます。じゃあいただきます。ゴロリーノ、めっ
ちゃ美味しい。うん、塩もみしたキャベツと鶏むね肉、あと食材を混ぜ合わせて焼くだけで簡単に作れて、たっぷり入れたキャベツでかさ増しになり、ボリューム満点に美味しく作れます。キャベツはあらかじめ塩もみすることによって程よく水分が抜けるので、焼いた時にも食材がべたつかず、かつかさが減るので鶏肉ともまとまりやすく綺麗に焼き上がります。キャベツを塩もみしてあるので、焼く際もスプーンですくってフライパンに流し入れるだけで綺麗な形に焼き上がり、美味しく仕上がります。鶏胸肉は細かめに角切りすることによって、これもちょっとこうミンチとは違って鶏肉の形が残るので、しっかりと食感があり食べ応えが出て美味しく仕上がります。で、胸肉を使っているんですけど、片栗粉や卵を使うことによって胸肉のコーティングになり、しっとり柔らかに仕上がります。あとこのゴロゴロっと入った柔らかな鶏胸肉に、キャベツはほんのり食感が残っているので、シャキシャキっとしたキャベツの食感がとても美味しいです。片栗粉がうまくつなぎになるので、食材がしっかりと焼き固まり、片面焼いたら返して蒸し焼きすることによって中までしっかりと火が通ります。で、調理工程も混ぜて焼くだけで簡単に作れて、可愛らしいミニハンバーグのような感じで、一口サイズで食べやすい大きさになってます。味付けは塩もみしたキャベツの塩気をそのまま残すことによって、あと少量の鶏ガラスープでしっかりと味が決まります。少しごま油を入れることによって、ごま油の風味がアクセントになり、美味しく仕上がります。で、食材も鶏胸肉やキャベツ、卵も価格が落ち着いてきたので、安価な食材でとても美味しく作れます。うん、はい、ということで今日は鶏胸肉とキャベツで混ぜて焼くだけ簡単美味しいゴロゴロ鶏キャベ焼きを作ってみた動画でした。しっとり柔らかな鶏胸肉にたっぷりのキャベツでかさ増しになり、ボリューム満点に美味しく作れるレシピです。調理工程もほんとすごく簡単ですし、このたっぷり入れたキャベツのシャキッとした食感がとても美味しいレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、鶏キャベー、かさ増し大作戦。